坂本を取りました。奪った三振は4つ目であります。もう完投するぐらいの気持ちみたいな。そうですよ、はい、まあ、年齢的にも若いですしね、うん、はい、ここのところずっと、まあ、5回6回で変わるケースが多かったんで、まあ、長いこういうね、パリーグのホームゲームですからね、はい、DH 制ですから。連続三振です。最後変化球で空振り三振。空振り、この回連続三振、これで6つ目。あ、この変化球空振り三振、これで三振は7つ目。毎回マークしています。うん、外にボールが今なんですかね、チェンジアップですか。いや、カーブじゃないですかね。低めにボールが変化しました。ああ、なるほど、そうですね。これで4三振続けました。これも三振だ。これで5連続三振。まあ10勝4敗を考えれば当然ですけど、抑えてますね。素晴らしい数字残してますよね、もう自信持って投げてますしね、はい。まあ、デスライダーですか。まあ、真っすぐは非常にこう伸びてきますし、はい、カーブですからね。そしてこれカーブですか。もう3球勝負ですよ、これ。うわーという感じですね。計算も立ってきますから ね見えてきますよね。まだ今20数試合残っている状況。ここは川端三振に倒れました。ワンアウトランナーありません。まあ、その勢いにかけたというのがあるでしょうね。どうせ最終的には左も打たなきゃいけないんですからね。そうですよね。ここは三振です。1番の川端、2番の小島、ルーキー、そのコンビがともに揃って三振でした。2アウトランナーありません。毎日垂らしますか。これ149キロ、今日のマックスです。いうようなね、ものも必要になってきますけれどもね、ただここのところね、この吉川がストレートポポンとくるんでね、そこもなかなかね、数多く投げさせられないというところもあるんですよね。作戦としてはあったとしても、やっぱり相手の投球がうまいと。ここで大きなカーブ、それで栗山が2球ですね、はい、それで秋山初球とね、まあ、やはりコントロール良くなってますからね、それは高級したもう早いそのカウントから打っていくのもいいんでしょうけれどもね、まあ、なんとか球数を投げ出すということが大事じゃないかと思うんですけれどもね。振りかぶって投げてきます吉川。今度はカーブでカウントを取りました。今日1人のバッターが吉川に一番投げさせたのは6球が最高です。まあ、6球というとそんな普通というかね。そうですね、そんなに多くまで粘ったという数字は全くありません。あ、カーブ見逃し三振。50% 以上投げたんじゃないかと思うんですよね。だからもう今みたいにですね、ちょっとまあ中休みじゃないんですけれども、4回来ましてね、変化球ものすごく多いですよね。そうですね、はい、そう、変化球の使い方が上手くなったなと、はい、ね、それでポンポンとストライク取っていってるんですよね、はい、117キロカーブ。こういうボールをこう中盤投げさせ始めると、ちょっとライオンズバッター本当に大変ですね。そうですよね。まあ、今の中島の顔がね、これちょっと違うじゃないかというようなね、感じのその顔ですよね。さあ、変化球で追い込んだ。もう1球来た。3球三振。合計この回はわずか7球です。素晴らしいピッチングを見せました吉川。
アウト一つ取ってこれは盛り上げるしかないと、うわーアウトコースいっぱい見逃しの三振。ここはスライダーを選択しましたバッテリーです。3アウト目の取り方もうそこでチームを鼓舞するんですよ、ここで三振を取ったらまた次の攻撃にチームは乗ってきますね。そういうことなんですね。あのこれはね本当に、ね、試合を勝利に導く上でのね一つの手段でもあるんですね。はい、空振り三振、今日5つ目の三振を奪いました吉川。いいでしょう、ナイスボールです。現在10試合連続ヒット中ですペーニャ。いいですね、カーブの後に今挟んでますよ。おそらくフォークボールですか。フォーク、チェンジアップかな、フォークかな、今挟んだに見えたんですよね。挟んでますね、フォークボール。いや僕ね去年一昨年から吉川投手はこの挟む球を覚えるだけでね2桁絶対勝てると、なるほどそう信じてたんですよ、いや投げれるようになってるんですねやっぱりね。3球勝負、最後はストレート、おすんごいですね。まあ、前回こう西武ドームで2安打完封した時も序盤はストレートで押してそして中盤はねうまくカーブを交えて、そうですね、無四球完封というゲームがありました吉川。最後も落としました吉川。今度は高め、変化球高めから曲げてきました。最後は膝元を曲げてきました。2者連続三振です。6番サードエステバン・ヘルマン、早めに追い込んで最後は膝元で